はい、皆さんこんにちは、マンダレゲルビシです。では今回はハーツオブアイアン4都道府県モッド千葉県プレイ続きをやっていきましょう。でここまで、帝国制に移行して、茨城を併合したというところで、まあ、群馬帝国との共存共栄をある程度前提とした戦略を取っています。とはいえですね、この先どんな国家戦略を取っていこうかというところなんですけど、まず一つがですね、まあ、連邦に加盟ということで、群馬帝国が盟主の陣営に、まあ、今後参加していくのか、あるいは独自路線ということでネズミ至上主義、大ネズミ帝国、まあ、千葉県民といったらやっぱりね、この大ネズミ帝国に行きたいなという思いはもちろんあるんですが、ロケハンの結果、この大ネズミ帝国かなり厳しいというのが分かったので、基本はですね、この連邦に加盟、群馬帝国との、まあ、共存共栄を目指していきたいなというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。この先群馬帝国が埼玉を相手に戦争を始めるのかなというところと、そのタイミングではすでに埼玉、東京、神奈川が、同じ首都圏保護陣営というのを立ち上げているはずなので、まあ、この千葉、群馬としては埼玉、東京、神奈川という、関東のトップ3を相手にしなきゃいけないというね、なかなか厳しい戦いになるかなというふうに思っているので、引き続き軍の増強を図っていきたいというふうに思います。で、まず徴兵ですね、ここを見直していきましょう。今12師団ずつ、砲兵師団を用意していくという算段なんですが、これをねちょっと見直していく必要があるかなというふうに思っています。単純に増やしていきましょう。15師団まで増やします。で、あとは計算機が終わったので、まあ、一旦レーダーを入れておきます。で、続いて建設のところなんですが、この後はですね、まあ非常に厳しい戦いになっていくのは明白なので、まず東京との国境には要塞を建てていきます。要塞を。で、それだけだとちょっと厳しいのかなというのはあるんですけど、国家方針を見ていくとですね、この北葛飾の領有権の主張というのが可能になるので、これをやった後に埼玉との国境に要塞を建てていこうかなというふうに思っています。で、あとは東京との国境近くには飛行場もね建てていきます。まあ、ここを拠点に防衛戦略を図っていくというところになるので、まあ、ちょっと飛行機の数はそれなりに置きたいので、少し飛行場拡張する指示だけ出しておきましょう。じゃあ本当にね、これで時間を進めていきます。で、防衛という意味で言うと、神奈川がですね、結構な勢いで強襲上陸をかけてくるんで、その強襲上陸にも備えていこうかなというところですね。野戦病院が終わったんで、野戦病院の2を入れておきますか。あるいはちょっと抽選者研究を先に出ちゃいましょう。で、何の話をしてたかというと、駐留する場所、神奈川が強襲上陸をかけてくるので、まあ、その神奈川に対抗するための防衛拠点っていう意味で言うと、ご覧の領域に今
防衛のための手段、強襲上陸をかけてくる手段を跳ね返す、そのための駐留を行いますと。で、海軍戦力はですね、もうはっきり言って日本一の海軍を持つ神奈川に勝ち目はないので、沖合に退避しつつ、茨城沖一箇所だけ、制海権を渡さないために哨戒活動に入っているというところですね。まあ、やっぱね、東京湾とか房総では神奈川の海軍に勝ち目がないんで、今だと神奈川まで手段を送る術がないんですよね。そこがちょっとなかなかね、苦しいところかなというところですね。あとはいいタイミングでね、クーデターが起きてくれて、それに合わせて群馬帝国が宣戦を布告するとかってなるとかなり熱い展開になるんですけど、なかなかね、そうは簡単にはいかないかなというところですね。では陸軍の手段の編成をし直しましょう。基本的には野戦病院を入れて補給中隊を入れてというところですね。で、ここには後で、中型の戦車をね、さらに投入していこうかなというところですね。チーバ君が指揮するこの主力となりうる精鋭の陸軍、ここには中型戦車研究完了次第配備をしていくというところになります。で、それまでの間は、できるだけ、もうこのね、支援装備が全然足りてこないので、支援装備を中心にガスガスと数を入れていきましょう。で、対空砲は、ある程度備蓄ができている状態まで来ているので、一旦ちょっとね、回収していきます。その分足りてないところに重点的に軍需工場を割り当てていきます。とにかくね、人的資源、これが厳しいので、師団は、できるだけ精鋭の師団を作っていくと。まあ、数は上限が割とすぐ来てしまうので、中身で勝負というところですね、これからは。茨城ぐらい、まあちょっと、ね、茨城ぐらいとかって言い方すると失礼かもしれないですけど、まあ、茨城県相手だったら、まあ、数で一気に押し切れたんですけど、埼玉、東京、神奈川相手になるとなかなかそうはいかなかったので、まあ、しっかりと師団の編成の見直しをしておきたいと思います。とはいえね、ちょっと装備の集まりが悪すぎるな。何が足りてない？支援装備だね、やっぱ。そうするとまずまたね、ちょっと編成すぐに見直すのはどうかというのもあるんですが、師団編成でここは整備兵は取り除いちゃいましょう。まあ言ってもね、対空砲なんで、ここは支援装備を取っ払う。で、逆にこれを外して、ここには砲兵を入れましょう。対空砲ではない砲兵、野戦砲ですね。で、これに伴って装備品がまた足りなくなるので、対空砲はね、数を減らしたので、対空砲をちょっと思い切って数を一旦減らしましょう。その分野戦砲の方に割きます。とにかく今は埼玉との戦いのために
いかに軍を充実させておくかというところになりますからね。ちなみに群馬帝国さんは今は山梨との取引、山梨と何しようとしてるんだろうな。ちょっと我々も山梨と手を結んでおきたいですね。あとは長野ともちょっと吉見を通じておきましょう。ここで山梨が静岡に宣戦布告したので、これ山梨を支援しましょう。と言ってもね、ちょっとその師団を送ったりとかっていう余裕はないので、まあ、何をするかというと武官を送り込みましょう。富士奪還戦争という、まあね、富士山は海外でもかなり有名というか、知らない人はいないというかありますからね。で、茂原ガスが終わったので、この後は千葉大学を先に入れて、ここで一旦研究枠を獲得していきます。ちょっとあれかな。武漢を送り込みたいけど政治力が足りないね。いろいろと工作をしている関係もあって。ただここはなんとかしてね、山梨が静岡を食ってもらいたいなというとこなんで、何もできないんですが応援はしましょう。本当は武漢を送りたいけどな、すぐに行っても。義勇兵も出す余裕ないしね今。とはいえ今一個できたので、これを送り込もう。新兵の訓練を兼ねて。山梨が静岡を食ってくれて、かつ山梨を群馬帝国の方に引き入れることができれば、まあ、神奈川、東京、埼玉をね、包囲できるというかなり美味しい形になるんで、目指すはそこなんですが、まあ静岡がね、そのまま山梨に飲み込まれるとも思えないので、ここはね、ちょっと展開が千葉主導で進められないところなんで、なんとも言えないですね。さあ続いて、陸軍の強化をじゃあしておきましょう。歩兵の2を入れたので、これで歩兵の装備が行き渡ればまた1段階ね、陸軍が強化されますね。で、足りないところをどうするかだな。今一番足りてないのは軽戦車、足りてないかな。あと一番足りてない野戦砲、ここに入れていきましょう。対空砲はもうさらに減らしてもいいかな。で、代わりに野戦砲に工場資源を割きます。で、野戦砲の2もまたとなると、機動防御まあいらないよな。だったら航空支援を今後見込んで飛行機のドクトリンを入れましょう。
野戦砲は2へとアップグレード。さて山梨の戦線の方の義勇兵の動きは、まずはちょっと前線まで出る。群馬帝国も師団を前線に送ってるね。群馬帝国のまあ支援を受けてもご利用せないんだな。でここで、中型戦車入りましたので、中型戦車の投入をしていきましょうというところになりますね。まあここで中型戦車が入ってくればだいぶ攻撃力っていう意味ではね上がってきますからね。で空いた研究枠何に使うかだな。まあここはちょっと生産が厳しくなってきているので、生産速度が上がるものを入れていきましょう。で工場のラインには中型戦車これを入れます。で代わりに陸上歩兵装備これの生産量をちょっと減らして割り当てていきます。でこの装甲部隊に対しては中型戦車をね入れていきましょう。いや中型戦車でも数作れるこんなにっていう不安はあるけど、一旦ちょっと無茶は承知でこれでいきましょうか。で国家方針のは埼玉から無理やり割譲を受けます。これでじゃあまた時間を進めていきましょう。ここで、群馬北関東の傀儡圏と友好国を集め関東中枢連邦を名乗ったということになってますね。もうこれで群馬県が一大陣営を立ち上げたというところになるので、この北葛飾占領が終わったら、連邦に加盟ということでこの関東中枢連邦に加盟しちゃいます。はい、ね、ここで対空砲研究進みましたので、さらに次へと進めていこうかなと思うんですが、バランス的にはどうなんだろうな。戦車も次1941年のものを、まあ、研究するってなるとなかなか重たいし、そうなるとちょっと無理してでもこの40年の支援火器3を先に研究しちゃいましょう。
はい、でここで、東京に対してクーデターの工作を行っていたものが成功したと出てますが、まあ、一瞬でね踏み潰されるとは思いますんで、見ておきましょう。神奈川も同じですね。一瞬でねこの辺り踏み潰されちゃうんですよね。なんとかこの東京神奈川のクーデター勢力が持ちこたえてくれるとすごくいいんですけど。まあ、思い切って義勇兵とか送ってもね壊滅しちゃうんでね、ここがなかなかきついんですよね。まあ、せっかくクーデター起こさせたんで、このタイミングで開戦してたりするとすごくいいんですけど、まあ、なかなかそういうタイミングにはならないですよね。さあこれで、北葛飾の占領ができたので連邦に加盟しちゃいます。これでね前線を少し押し上げられたのと同時に、ここにしっかり要塞を立てていきましょう。まあ、相模原は、まあ、ちょっと案の定という言い方するとあれですけど玉砕しましたね。ここで東京が首都保護圏発表ということで、東京も陣営を立ち上げましたね。これによって、まあ、かなり厳しい戦いになっていくのは確実かなというところですね。まあ、この後その首都保護圏にパッと今ね埼玉と神奈川が入りましたけど、こういうことになるんでかなり厳しい戦いがこの先あるんじゃないかなというのはね覚悟しておきたいと思います。で、ついでにここで歩兵の装備が新しく更新できるので、歩兵装備2へと装備を転換しておきます。ではね、ここで、まあ、新しく群馬帝国を中心とする、関東中枢連邦、これに山梨を取り込めるかどうか、山梨がその関東中枢連邦に対抗する組織、東京首都保護圏、こっちに入るのかどうかでだいぶ変わってくると思うんですよね。もしねこのまま山梨が静岡を飲み込んで、その大きくなった山梨が関東中枢連邦についてくれれば、一気にこの関東トップ3の連合を撃破できる可能性が出てくるかなというふうに思いますので、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。